せーの、ムニッとマジッとユミマロです。おはようございます。今日はローソンの新作日です。イエーイ。はい、ということでローソンの新作日というかね、このローソンからゴディバとコラボした商品が4つね、今日から販売してます。で、今ここにあるのが3つしかないんだけど、私ね、朝から3店舗をはしごしたんですけど、どこにもね、そのもう一個のロールケーキみたいなやつがなくて、ショコラドームって言うんですけど、おかしいなと思って店員さんに聞いたら、まだ入荷してないって言われて、で、ツイッターで検索したら、なんか夕方頃に販売するみたいで、まだね、今2時なんですよ。なので、ちょっとそれだけは後で撮ろうと思って、とりあえずね、今から3つ食べて紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、順番に紹介していくんですけど、まず2つはね、常温のパンになってます。これはね、冷蔵のエクレアでございます。じゃあまず普通のパンから食べていきたいと思います。まずこちら、ショコラパン、税込み210円でカロリーが254カロリーです。ちょっとどんな感じなんだろうね。おー、すごい高級感がある。上にはね、なんかね、ちりばめられてますね。あ、洋酒漬けクランベリーって書いてあるぞ。多分それです。そしてこれ中にね、クリームが入ってますね。多分、おー、ショコラクリームが入ってます。めっちゃ美味しそう。あ、しかもこのクリームの中にチョコチップも入ってます。あ、手は綺麗です、さっき洗いましたから。じゃ、ちょっとね、半分はそのまま食べて、半分はね、温めて食べたいなと思います。こんな感じですね、断面図。せーので、3、はい、いただきます。いただきます。うん、めちゃめちゃ美味しい。てか、これ温めなくていいわ。めっちゃ美味しい。これなんかちょっとね、見た感じ結構ごつめだからさ、なんかフランスパンというか、ちょっと結構固めなハードパンなのかなって思ったんだけど、なんかね、ソフトハードって感じ。めちゃめちゃ柔らかい普通のなんかパンではないんだけど、ちょっとだけハード要素もあって、でもそんなもう、うんって噛みちぎるぐらいのハードさではないみたいな。これは美味しいぞ。めっちゃ美味しい。外側のパンがちょっとなんかビターめな感じのパンになってて、中のさっきのクリームがちょっと甘めになってるのがちょうどいいバランスって感じ。あ、なんかついてたでね、この外側についてるクランベリーの味はそんなにしないかな。チョコが強めですね。うん、ちょっと食べかけごめんなさい。ここの外の生地にもチョコチップみたいなのが練り込まれてて、すごいチョコでも甘すぎなくて美味しい。いや、これめちゃめちゃ美味しかったな。これはね、リピ買かも。あの、生地がすごい好きな感じの生地だった。温めなくても柔らかい。続いてね、こちらです。なんとビーフカレーパン、ゴディバだよ。ビーフカレーパン、お値段が税込み280円でカロリーが313カロリーです。ゴディバのカレーパンって、めっちゃカレーパンの匂いする。わー、おーすごい。見て、なんか黒い目の生地にカレーパンのさ、この 衣っていうの、これは多分温めて食べた方が美味しいだろうから、ちょっと半分は温めて、半分はね、そのまま食べてみようと思います。お、断面図こんな感じ。え、何これ、生地さ、チョコの生地なのかな。なんか生地黒いようん、普通にカレーパンチョコの味何もしない。ちょっとこの生地だけ食べてみようかな。生地別に多分ね、チョコの味しないと思う。でもなんかちょっと若干苦いような感じする。
私だけかな。普通に美味しいカレーパン。ちなみに全然辛くないカレーです。ビーフカレー。袋のさ、説明のところに牛挽き肉を使ったビーフカレーに、ゴディバ監修のもと本商品に最適なチョコレートを選定し使用しておりますって書いてある。まあ、あのカレーのね、隠し味にチョコ入れる過程あるもんね。じゃあもう一個はね、ちょっと温めて食べていきたいと思います。温めてきました。ちょっとね、一口お母さんにあげた。でもね、なんか私これ温めてる間、この後味がなんかちょっと若干苦いようなね感じがして、でお母さんにさ一口あげたんだけど、なんかやっぱり生地が多分苦いから、もしかしたらこの黒い生地はカカオが入ってるのかなっていう話をね今してた。じゃあ温めたバージョンいただきます。うん、あのね、オーブントースターで焼いたんだけど、この外側の衣がやっぱりカリカリになるのと、さっきよりもなんか苦さが増したぞ。え、何これ。なんかね、苦さが増した。これはどうなんだろう、そのまま食べた方がいいのかもしれない。もうさっきより苦い。え、何。ちょ、苦いって言ってる人他にいないかな。続いてこちら、エクレールショコラエトワールです。お値段350円でカロリーが255カロリーですね。エクレア楽しみ。あ、てかさ、これが一番高くない？おー、さすがゴディバさん。あ、すごくアーモンドの香りがする。合ってるかな、アーモンドで合ってる、これ上乗ってんの。あれ、アーモンド入ってないかも。え、でも、あ、なんかあれ、香ばしい匂いがするのよ。見た目がすごいね、豪華ですね。この金色の紙に包まれて、見た目こんな感じ。ちょっと切ってみるか。上に金箔乗ってる。多分わかんないと思うけど、キラキラしてる、かわいい。中にクリームがたっぷりです。美味しそう。でもこれはね、手につくので絶対この台紙のまま食べた方がいいですね。うん、うま。あのね、もはやチョコのアイス食べてるぐらいチョコ、なんかすごく口についてた。うん、上に多分チョコチップが乗ってるんだけど、それがちょっとカリカリしてて美味しい。うん、うん、でも甘さはそんなに甘くないかな。非甘党の私でもね、あのすごく美味しく食べれます。1個全然余裕で食べれる。てかさ、今思ったけどさ、普通エクレアの中身ってカスタードクリームだけど、これチョコレートのクリームだね。うん、チョコ尽くし。なんかビターチョコって感じかな。美味しい。うん。美味しかった。一旦ね、ごちそうさまでした。この3つの中だったら、個人的に私一番最初に食べたショコラパンが一番好きだったかもしれない。甘すぎず、なんかしかも常温なのにあんないい感じの食感に仕上げられているのがすごいみたいな。じゃあ夕方にね、まだゲットできてないあのチョコのケーキがゲットできたらまた撮りたいと思います。それではまた後で。はい、あれから数時間経ちました。ちょっとね、美容院に行ってきました。赤くなったかな、髪の毛。見て、じゃ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 ん、ラスト2個だけあって買えました。こちらが念願のね、ショコラドームバーバニーユ。お値段が税込み450円です。まあコンビニスイーツで450円だったらね、結構お高めで、ちょっとなんかすごい暴れちゃったんですけど、チョコが。ちなみにカロリーが298。お、意外と少ない。じゃ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 ーん、
ちょっと上のチョコが割れちゃったんだけど、こんな感じのビジュアルですね。ロールケーキかなの上にクリームとソースと、なんかさっきのエクレアの上にかかってたみたいなチョコチップみたいなやつがね乗ってます。ちょっと食べてみますね。それでは第2回いただきます。うわ美味しそう。ちょっと待って、中ねこんな感じになってますね。これなんかクリームがなんか3層ぐらいになってるように見える。ちょっと綺麗に切ればよかったね、ごめんなさい。ナイフで切ればよかった。いただきます。ナンバーワンうまっ。さすが450円の味がするもん。これはケーキ屋さんのケーキだ。ベラボーにうまいぞ。あのねすごいチョコが濃い。やっぱりゴディバだからかしらね。いやこれチョコ好きの人にはたまらんと思うぜよ。ロールケーキみたいな生地、ふわふわの生地の中にクリームたっぷりみたいな。うまっ。この中のクリームがめちゃめちゃ濃厚だわ。ちょっとわかりやすいかな、こんな感じで。結構ねこのクリームが濃厚で、でも甘すぎないね、そんなに。うわこれちょっとお母さんにも食べさせたいからちょっと残しとこう。激甘のチョコじゃなくて、ちょっと ビターでもないんだけどね。これ難しい、まあ、とりあえず美味しいわ。私は4時半前ぐらいに買いに行って、もうラス2だったから、もしね、まあでもどうなんだろうね、配達場所とかにもよるのかな、何時に入荷されるのかちょっとよくわかんないけど、もし明日からもねちょっとその朝入荷しないんだったら、もう絶対午後から見に行った方がいいと思います。 2時とかなのかな、やっぱり。これめっちゃおすすめ。ちょっとあとこんだけお母さんにあげます。めっちゃ美味しい。はい、ごちそうさまでした。私の一番のおすすめは、じゃか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 、今食べたショコラドームです。もうね写真からして多分一番美味しいんだろうなって思ってたけど、一番美味しい。でもね絶対これ人気だから多分ゲットするの難しそうだけど、ぜひね見かけた方は食べてみてください。まあ450円なのでちょっとお高めにはなるんですけどね、まあバレンタインだし、ぜひ自分のご褒美に。皆さんもいかがでしょうか。でも個人的にはやっぱりあのショコラパンも好きなので、またあれも食べたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニッともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。ふい。今日動画でつけてたピアスは豆田さんのブランドのやつです。めちゃめちゃかわいい。